ジェームズ・リプトンはアメリカ合衆国の俳優、作家、脚本家、演出家、アクターズ・スタジオ副学長。1926年にミシガン州でドロイトで生まれる。父はジャーナリストのローレンス・リプトンである。高校卒業後にラジオドラマのローン・レンジャーに出演し高い人気を得る。その後、テレビの普及に合わせて人気が高まったソープオペラの脚本を 多数手掛けたほか、自らも、複数のドラマに出演した。後年は、声優として、ザ・シンプソンズ、ファミリー街に参加、カメを出演した番組に、サタデーナイトライブほか、グリーがある。また、ブロードウェイミュージカル、シェリーで、脚本家としてのデビューを果たしたほか、複数の著書を出版する。 これらの多彩な実績が評価され、1976年には、ジミー・カーター大統領の就任祝賀会の構成、制作を手掛けた。世界貿易センタービル崩壊から間もない2001年10月には、ザ・コンサート・フォー・ニューヨーク・シティに出演。1990年代初頭には、バーナード・ピボットと共に、俳優の3年間の教育プログラムを構築した。 その後このプログラムはニューヨーク市のニュースクール大学と俳優、監督、演出からを養成する教育機関であるアクターズスタジオの収支過程に採用されている。1994年にはアクターズスタジオの授業の一環としてリプトンがインタビュアーを務め同スタジオの卒業生をはじめとする著名な俳優を招いた講義の録画を始める。行動の客席には 学部生と大学院生が座り、毎回、リプトンの結びの質問は、演劇から離れ、どういう人間として、人々の記憶に残りたいかと尋ねている。番組の最後に、学生から質問を受け付ける場面を設け、出演者が演劇人の卵に真摯に答える姿を、見ることができた。インタビュープログラムとして、アクターズスタジオインタビューは PBS 系で、 テレビ放送枠を得ると、125カ国で放映される名物番組となり、エミー賞候補に20回名前が挙がった。学生時代から知る出演者も多く、また綿密な取材に基づく質問の鋭さに定評がつき、リプトンはこれまでの俳優や作家、脚本家としての成功に加えて、メインタビュアーとしての名声を得ることになる。 2005年より、アクターズスタジオの名誉副所長を務めた。2016年には、番組のゲストとして、インタビューを受け、同番組の放送権以上の直前、2018年9月に、降板。その後、オベーションテレビに、番組が映ると、司会は、臨番制になる。2020年3月2日、死去。93歳没。ありがとうございます。